皆さんこんにちは、武田塾の高田です。今回は滋賀県にある武田塾滋賀守山校にやってきました。山本校舎長からどうしても YouTube で取り上げてほしいことがあるということで来たんですけども、一体何なんでしょうか。実際教室行ってみたいと思います。というわけで、武田塾滋賀守山校にやってきました。校舎長の山本校舎長です。よろしくお願いします。お願いします。今日はどうしてまた2022年の、はい、合格実績がすごかったんで、それについて話しさせていただきたいなと思って来ていただきました。滋賀守山校の合格実績がすごい、はい、確かに武田塾内の表彰式この前やったんですけど、そこでも滋賀守山校難関大への合格者数トップ5に入るというすごい化け物合格実績が出てましたもんね。どんな実績があるんですか。カンカン同率に、はい、受験した子の 70% 以上が合格したっていうのが1個、はい、合格率7割。はい、そうですね。カンカン同率志望者の7割が受かってる。そうですね。だって倍率もめちゃめちゃ高いじゃないですか、はい、今カンカン同率って、はい、ボンボコ落ちるのに7割受かってると。そうですね。なんか秘密の指導があるんですか。まずは正しい勉強法を叩き込んで、はい、それをひたすらやってもらうっていうのが一つと、はい、まずはその子に合った大学を受験してもらうっていうところかなと思います。そういう戦略を組んでいったわけですね。そうですね、はい、なるほど。めっちゃそのちょっと実際受かった子の話聞きたいですわ、はい、どんな子来てるんですか。一人は偏差30代から関学に合格した男の子。それもすごい、はい、でもう一人は8月から受験勉強ゼロから始めて同志社、はい、短い期間でに合格したっていう生徒です。他にはどんな子が。クラス最下位だった子がいるんですけど、その子は神戸大学に合格しました、はい、大逆転。そうですね、すごいっすね、はい、でもう一人はその子も学年で本当に勉強が得意な方じゃなかったんですけど、うん、高校2年生から入ってくれて関西大学外国語学部に逆転合格しました。一番難しい学部ですね。そうですね、はい、うわ、じゃあそんな子たちの話を聞けるということで楽しみです。じゃあ聞いていきたいと思います。じゃあこれから進学する予定の大学教えてもらっていいですか。同志社大学の政策学部です。同志社に、はい、でなんか入塾した時期がすごい遅かったって聞いたんだけど、はい、何月に武田塾に入ったんですか。高校3年生の8月からです、はい、じゃあ半年で。そうですね、半年 でもゼロから始めたよね勉強は、はい、で同志社に合格した、はい、めっちゃすごいねありがとうございます。その半年で受かったポイントみたいなの聞きたいんだけど、うん、振り返って何が一番決め手でしたか。一日一日どの参考書をどのくらいの量をどのようにやるかみたいなのをすごい先生が優しく丁寧に教えてくださったので、それを踏まえて自分で毎日コツコツできたのが一番のポイントかなと思います。なるほどね、はい、じゃあ半年で受かるための計画をちゃんと組んでくれたんだ。はい、でそれに基づいて進めていったと。はい、あ、なるほど、それすごいね。本当に入塾した時はもう勉強してなかったって感じ。してなかったです。偏差値いくつぐらいだったか覚えてる。あんまり覚えてなくて、うん、でもE判定とかでした。なるほどね。なんで武田塾に滋賀守山校に入ろうと思ったの。家がすぐそこにあって、うん、初めは通りがかって気になるなぐらい言ったんですけど、うんうんうん、その中学高校も受験してまして、うん、やっぱり授業を聞いただけじゃその身につかないなっていう部分が自分であって、滋賀実習ってなったら武田塾かなと思って通いました。なるほどね。実際どうでしたか武田塾滋賀守山校は。先生方もすごい優しくて、知らん間に同志社受かってたっていうのが自分の中であって、ほんまにルートをこなしてれば受かってたみたいな感じがあって、うんうん、コツコツできたなっていうのがすごいあります。じゃ勉強ただ してたら自動的に受かっちゃったみたいな。た偏差値もめちゃめちゃ上がって。あ、上がってましたね。魔法みたいな塾そんなことある。なるほどね。武田塾滋賀守山校に通う前と通った後でなんかこう自分自身でこう一番変わったなって思うこととか、なんか変化したなって思うことがあったら。今まで定期テストとかで一夜漬けみたいなタイプやって、うんうんうん、提出物とか課題とかも全部溜めちゃうタイプやったんですけど、毎日毎日宿題があって1週間に1回特訓があるってなったらやっぱりサボれないっていうか、いい意味で、うんうん、コツコツ続けるっていうのが一番大きいなと思います。勉強の習慣ができたみたいな。そうです、そうです。
塾入る前は高3やったけど勉強はそんなにしてなかった。全くしてなかったです。英単語一つも覚えてなかった、はい、なんでそれが武田塾滋賀森山に通うと勉強するようになったんやろ。毎日宿題立ててくださるじゃないですか、うんうん、それをノルマのようにこれできたこれできたってやってると自分自身すごい達成感が出てきて、うんうん、全部終わったらその分モチベが上がるというか、うんうん、それが続けられたポイントかなって思います、うん、なるほどね、はい、まあ、どうしたら受かるためにはこれやればいいっていうのがはっきり分かったみたいな、うん、だからそれをちゃんと進めていけばいいんだみたいな、はい、風になって頑張ろうって思えたんだ。武田塾の参考書で勉強を進めていくってやり方はどうですか、うん、自分に合ってましたか。すごく合ってました、うん、基礎もできてなかったのでその基礎を固めてからどんどん応用に移っていくっていうのがすごい自分に合ってたなと思います、はい、進学する予定の大学を教えてもらっていいですか。関西学院大学文学部です。武田塾に入る前は成績どのぐらいだったんですか。英語の偏差値が35ぐらいで、うん、で国語も日本史も偏差値が40ぐらいでした。英語の偏差値35とか総合の偏差値40ぐらいから1年で関西学院に現役合格。はい、めちゃくちゃすごいね。ありがとうございます。武田塾のね合格者カレンダーっていう動画過去出てくれたんですけど、そこでまたさらに詳しく、はい、皆さん見てもらえたらなと思うんですけども、はい、ちょっとまた簡単にこの動画見てる方向けに、はい、どうやって前田君が受かったのか教えてもらってもいいですか。一回プライドを捨てて、はい、もう中学版から始めるっていうのがポイントです。もう中学版の単語から始めて、うん、でそれをちゃんとやってから初めて高校の大岩とか、うん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 、青の出産とかにって感じでしたね、うん、なるほど。武田塾に入塾した時には、はい、もうそっからスタートしたんだ。そうです。でこうルートが組まれていったわけだね。はい、関学合格のための、はい、でそれを順番に基礎から進めていったの。どこで一番手応え感じました。9月の模試です。あ、そうなんだ、はい、その時は英語読めてるなみたいな。読めてるなっていうのとはまた違ったんですけど、うんうん、単語が分かるとか、うんうんうん、こういう構文が作られてるな、うん、使われてるなっていうのが分かっていったんで、うん、ちょっと嬉しかったです。なるほど。武田塾で覚えたことが実際出るんだみたいな。はい、で手応えを感じていったわけだね。はい、でそんな前野くんが武田塾滋賀森山校に通って、はい、毎日結構勉強するようになったんだよね。そうですね。1日の勉強時間とかどのぐらいだったんですか。夏休みに入るまではそんなにしてなかったです、うんうん、平日はまあ3時間とかで土日も昼から塾に来てな感じだったんですけど、夏休みは8時間ぐらいはやってました。うん、全くしなかったところから3時間勉強するのもすごいし、はい、それが8時間に増えたのもすごいし、はい、武田塾で勉強の習慣がかなりできたってことやね。そうですね。それはなんでなんだろう。宿題があって週の終わりに確認テストが出されて、うんうんうん、やっぱそこでサボってのがバレちゃうので、うん、怒られるのが嫌でちょっと勉強する習慣がつきましたね。なるほど。毎日やること決まってて、うん、テストがあって、はい、やらなきゃいけないみたいな。そうです。環境になったからできたんだ。はい。なんか武田塾滋賀森山校に通って、はい、通う前と通った後で、はい、一番自分の中で変わったなって思うことってどんなことですか。やっぱ自信がつきましたね。自分に今までやっぱ勉強できないっていうことがその自信がなくて自分に、うんうん、武田塾で1年間経てちょっと勉強できるようになって、うん、すっごい自信がついたんですよ自分に、うんうんうん、武田塾滋賀森山校ってどうですか。どんな教室ですか。やる気の分だけ成績が伸びていく塾ですね。やることは決まっているのでこれだけあればいいっていうのが明確に分かるのでやっぱやる気があればあるほど成績が伸びていきます。わかりました。じゃあ進学する大学と学部を教えてもらってもいいですか。関西大学の外国語学部です。関大で一番難しい学部やね。成績とかって覚えてる。偏差値とか。偏差値はあんま覚えてないんですけど、うん、でも結構学年の中でも下から数えた方が早いぐらいの勉強できなかったです。じゃあその時はもう関西大学カンカン取り受かるなんてって感じだったんやね。、はい、じゃあ高2から受験勉強スタートして、はい、どうですか。武田塾滋賀森山校に入って何かこう変わったこととか。やっぱり宿題の進度とか先生が決めてくれるので、うん、自分でやったら多分また後回しにしようってどんどんなっちゃってたのを支えてくださるんでやりやすかったです勉強が。あ、こういう計画を立ててくれたのが一番良かったみたいね。はいはい、なるほどなるほど。結構自習室とか使ってたの。使ってました。どのぐらい使ってました。最初はやっぱり部活あったんでそんなに来れてなかったんですけど、うん、途中からはもう毎日来るようになりました。どうですか武田塾滋賀森山校のなんか勉強する環境としては。眠くなっちゃっても周りのみんなが勉強してるんで、うんうん、ちゃんと起きようって思って頑張りました。うんうん、なんかね本当今年も合格実績すごかったみたいでやっぱり頑張る仲間が多かったってことなんかな。うん、はい、成績はなんかどんな感じで上がっていったのかな。
最初はそんな変わらなかったんですけど、うん、最後ら辺に結構一気に実感できたなと思います、うんうんうん、特にどの教科が一番成績伸びました？英語が伸びました。あ、英語伸びた。英語はどんな感じで勉強していったの？1年半最初は文法とか読解文とかを詰めていって、うん、途中からはもうずっと長文いっぱい読むって感じでした、うんうんうん、なんか壁にぶつかったってこととかありました？なかなか伸びないとか読めないとか。共通テストの過去問を解いてた時に、うんうん、やっぱ時間が足りなくて、どうしても時間配分とかペースを上げるのはすごい大変でした。うん、先生のアドバイスで生きたこととか、なんかこういう勉強法がいいよとか、うん、なんかそういうのあったら教えてほしいです。まあ、シャドーイングをすることで、うん、毎日決めた長文を10回ずつぐらい読むことで、すごい読むスピードが上がりました。うん、それも先生のアドバイスで、はい、なんか一番こうしんどかった時期とか辛かった時期とかって、いつ頃ですか？まあ、やっぱその体調崩した9月10月ぐらいがしんどかったです。それもやっぱり危険のストレスみたいなかなって。それをどうやって克服したいの？毎週担当の先生と話すのがすごい楽しくて、うん、塾に行くのはめっちゃ楽しみだったんで、うんうん、その時に結構気持ちが楽になったかなって思います。じゃあ周りの後輩とかに武田塾滋賀森山校ってどうですか、おすすめできますか？はい、なんかおすすめポイントを教えてください。自習室ではちゃんと勉強の意識の高め合いができるけど、自習室を出たら全然違う話とかもできて、精神面でもサポートし合えるところがいいと思います。アットホームの教室だよね。はい、で本当にいろんな意味でサポートしてくれた、はい、いい塾やったよね。はい、なるほどね。そうかそうか。これから進学する大学学部聞いてもいいですか？神戸大学国際人間科学部発達コミュニティ学科です。神戸大学に合格が決まったということですね。はい、ちなみに武田塾はいつ頃入塾されたんですか？高3の夏頃に入塾しました。うん、なるほどね。で、現役の時も受験はしたけど、神戸大行きたいと思って、浪人の時も武田塾だったことでね。はい。ちょっと半年じゃさすがに神戸大は厳しかった。そうですね。最初に入った時点で、ヨゼミのマーク模試で偏差値47とかやったんで。うん、でも47から1年半で神戸大にちゃんと合格してってことで、ね。はい。入塾した時の成績、偏差値47以外にもさらに詳しく聞いてもいいですか？進研模試とかでも偏差値50台ぐらいしか取れてなくて、うんうん、クラスとかでは割と最下位ずっと取ってた感じですね。まあ、滋賀県で有名なね、進学校に通ってるかもしれんけど、はい、でもクラスの最下位やったんや。はい、でそっから神戸大ってすごくない？前のみんなはどんな反応？ね、まさかお前がみたいな感じでしたね。神戸大に受かるなんてみたいな。はい、じゃどうやって受かったのかっていうのをちょっと順に教えてほしいなと思ってて、この科目が成績伸びたとかってありますか？英語と数学ですね。うんうん、武田塾のルートにあるキャンパスの英語と数学があって、それを周回してるうちにこう、うんうん、結構解き方を掴んでいって、そこから割と伸びていき、うん、いきましたね。なるほどね。受験中盤から後半にかけてやる参考書。はい。なるほど。そういう参考書を繰り返していくと、こう力ついてるなみたいな。はい。なるほどなるほど。武田塾の勉強法って、まあ、他の塾と全然違うやり方やんか。うん、それってどうでした？自分には合ってました？めちゃくちゃ合ってましたね。授業を聞くっていうスタイルが集中力が持たなくて、うん、参考書で自分で進めていくってなったら、こう自分のペースでめっちゃやるときはもうずっと続けれるし、うん、休憩も好きなタイミングで挟めるんで、うん、個人的にすごいいいスタイルだと思います。うんうん、参考書勉強するのが合ってた。はい、武田塾滋賀森山校に通うことで、その定着度とかもちゃんとチェックしてもらえるし、何より週一でその担当の先生と特訓するっていうのがモチベーションになって、いいペースメーカーでした。武田塾滋賀森山校に通って自分の勉強法って変わりました？自分で分からない箇所とかをこう調べるようになりましたね。授業とかやったら分からんとこあっても先進んでって、もそれでもこう成り立ってるんですけど、参考書で勉強する場合、その自分で分からんとこ調べなチャプターにそもそも行けないので、自分で調べたり考えたりするっていう機会が増えました。確かに武田塾完璧じゃないと次に進めないって仕組みやから、はい、絶対放置するってことがなくなるもんね。はい、確かにそれ武田塾のいいところかも。はい、なんかこう自分の勉強面の相談とかした時に、このアドバイスが印象に残ってるなとか、この先生にここをちゃんと指導してもらって自分良かったなって思うこととかあったら教えてほしいです。特訓の際にその自分の言葉で宿題とか解いたやつの説明をする機会を与えていただいたことで、そのアウトプットの機会が増えて自分の頭に知識が定着していきました。なるほどね。で宿題で問題解いてきた範囲の解き方を説明したりしたんだ。はい、それで先生チェックしてもらって、はい、
なんか自分の解き方が合ってるかを見てもらったみたいな、はい、なんかどうでした、こう自分の解き方見直すきっかけになったりとかしましたか。はい、そうですね、自分の回答に自信がなかった時とかも説明していいやんっていう風に言っていただいたりとか、逆に自分の回答自信あってもなんか間違ってたりとか、そこを訂正できたのはとても良かったです。なんか後輩とかにもどうですか、武田塾おすすめできますか。特になんかクラスとか学年で会の人とかはもうすごいおすすめですね。自分のペースで参考書で勉強できるところですね。現時点で順位低い人って授業とかも聞けてないと思うんで、そもそもスタイルが合ってない可能性も高いので、参考書の勉強にシフトして成績上げた方がいいと思うし、その管理にすごい管理してもらえるのに武田塾っていい環境だと思います。